前回までのあらすじ。お前はアハーナホの袋閉じを勝手に開けてしまう恐ろしい怪人アルパカッタ。のこのこと現れおったな仮面呪いだ。この石切り場がお前の墓場になるのだ。そうはさせるか呪いだ目つぶし。前でちょっと目が目が。くらえ呪いだ素敵。とどめだ呪いだスタンガン。ちょっと待って待って頭。ふん口ほどにもないな。さて一杯かけてから帰ろっかな。あんな正義のかけらもない奴に負けるとは。本当に奴はヒーローなのか。仮面のロイダーの戦いは続く。野呂翔也の放課後悩ましラジオ。はいどうも皆さんこんにちは、野呂翔也の放課後悩ましラジオです。野呂翔也の放課後悩ましラジオパーソナリティの野呂翔也です。大事なところですからね、はい、私野呂翔也がやりたいことをやりたいようにお送りする番組、それが野呂翔也の放課後悩ましラジオ第10回さらば収録よろしく生放送始まりました。はい、はい、ちなみにこの番組は30分番組プラス15分のエクストラ番組の計45分の番組です。30分番組の方は無料でどなたでも見ることができます。エクストラ番組の方は有料システムになっておりますので有料会員のみ視聴可能となっています。はい、もうすっかり寒くなりましたね。もう寒すぎて実を言うと少し風邪気味です。いやー、だけど今日は頑張ってやりますんでね、生放送に戻って、ね、先週は収録でしたが今回は生放送ですので頑張りますね、はい、なんと今日はリスナーの皆さんに嬉しいお知らせがあります。なので期待しててください。さあ今週もやりますか生放送。おあれカメラに向かって、じゃあ頑張ります。はい、それではこれからのお時間も私にお付き合いください。野呂翔也の放課後悩ましラジオ、今週もよろしくお願いします。それでは CM の後も続きますのでよろしくお願いします。